今津港より沖合を望む今津灯台は、兵庫県西宮市今津西浜町に所在する民営の灯台。現役の航路標識として使われている灯台としては、日本最古のものである。西宮市指定文化財。現存する灯台は1858年に再建されたもの。高さ6メートル余りの木造袴越付け灯籠系、銅板吹き屋根で、竜山石の基壇上に建てられている。 陶下部分には、格子が組まれているが、これは当初店頭に油皿を使用し、風雨を防ぐために油障子が貼られていた名残である。台紙に刻まれた、蔵答山上野刀の文字は、海上交通の守り神、琴平宮に奉納された、刀明台を意味している。地元の人々からは、刀楼の愛称で親しまれた。今津里の酒造家であったおさべ家によって千八百十年に、 設置され、損海船による日本酒をはじめとして、木綿、星化といった荷を継いで、今津港を出入りする船の安全を守っていた。かつては毎晩大関のデッチが油2号を携えて、店頭に向かっていたが、大正時代には、店頭となり、その後は、周辺の明るさに応じて、自動点火するようになっている。1968年には、航路標識として、許可を受け、 今津港が産業港からレジャーの場となった現代に至るまで東大として現役であり続けている。2016年3月、東大の沖合において兵庫県が策定した津波防災インフラ整備計画による新川東川統合水門の建設工事が着工。それに伴い大関が東大として継続使用するための移設を検討し、県が調整を行っている。 灯台や記念碑に近づいての見学は可能だが、前述の工事に伴う仮囲いや資材等により、景観が変化しているため、注意が必要である。ありがとうございます。